平野ノ陽ヨウ太神ユ寺タ太ングユタナンバー I がタキーインスターの来年早々ドームに降臨、ニツノにわせと内部情報、エンターテインメント界において驚きと期待が渦巻いています。平野ノ陽岸ウ太神ユ寺タ、太ユタの3人からなるグループナンバー I が元ジャニーズ事務所から独立し新たなステージに立とうとしています。 さらに、その未来への手がかりを示唆する、匂わせ、情報や内部情報がファンたちによって熱心に検証されています。本記事では、これらの情報を詳しく掘り下げ、地なるステップについての予想を提示します。1、滝沢秀明氏のインスタグラム投稿がファンを沸かせる。10月31日、エンターテインメント会社。 トベの社長である滝沢秀明氏が久しぶりに自身のインスタグラムを更新しました。その投稿には特別な意味が込められているとファンたちは捉えています。滝沢氏は以前からトベの立ち上げやアーティストの合流に関して匂わせを行ってきたことで知られており、今回の投稿も例外ではありません。2、メンバーカラーの匂わせ。 メンバーカラーは、アーティストのイメージを形成し、ファンにとって重要な要素です。平野市要、岸優太、神宮寺優太のメンバーカラーはそれぞれシンク、紫、ターコイズブルーです。滝沢秀明氏が投稿した写真には、かつてのジャニーズ時代のメンバーカラーに連想させる色合いが含まれており、ファンたちはこれを重要な手がかりと捉えています。3 東部への内部情報。戸辺は今年4月に公式 YouTube チャンネルでオーディションの様子を公開し、オーディションに合格した、戸辺ジュニアのお披露目も兼ねて、東京ドームでの公演が噂されています。さらに、滝沢秀明氏は長年の経験から多くの業界内の人脈を持っており、有名振付師であるサンチエ氏も戸辺に参加することが報じられています。4。 フリーレとドーム公演の予想。バックダンサーへのフリーレはライブやコンサートの開催に不可欠です。通常、1曲のフリーレを完璧にマスターするには1ヶ月かかると言われています。ファンは、トベのアーティストたちが東京ドームでのパフォーマンスを目指し、フリーレの準備を進めている可能性を予想しています。 また、滝沢秀明氏と戸部ジュニア、そしてナンバーアイの3人が一堂に会する大規模なイベントも期待されています。5. 期待高まる未来への一歩。これまでジャニーズ事務所に所属していたメンバーたちが新たな可能性に挑戦し、ファンたちが彼らの未来に期待を寄せていることは明らかです。 戸べの滝沢秀明氏との連携、アーティストたちの才能、そしてファンのサポートが結びついて、新たなエンターテインメントの時代が幕を開けるかもしれません。平野紫耀、岸優太、神宮寺優太のナンバー I の未来に対する期待が高まっています。 ファンたちは、滝沢秀明氏のインスタグラム投稿やメンバーカラーの、匂わせ、情報を注視し、新たなステージでのパフォーマンスに備えています。内部情報からは、戸べのアーティストたちが、東京ドームでの大規模な公演に向けて準備を進めている可能性が浮上しており、地なるステップに対する予想も高まっています。平野紫耀、岸優太、神宮寺優太のファンとして、 彼らの未来に期待しましょう。